ルカ・カダローラは、イタリア、モデナ出身のオートバイロードレースライダー。1991年、1992年、ロードレース世界選手権 250cc チャンピオン。1984年 GP125 デビュー。最小排気量から、最大排気量までで勝ち星を挙げた、マルチタレントなライダーである。 デビューから GP250 キャリア初期の1990年までは、勝つ時は強いがレースごとに成績が安定しない選手であったが1991年にロスマインズ、金本ホンダに移籍し本格化。ムラのない速さと、勝負強さを兼ね備えた選手である。コーナリングフォームは腰をあまり落とさず、頭だけをインにねじ込む一風変わったスタイルである。 1984年 GP125 にてデビュー。地元、イタリアからの参戦。ほどなく、同格を表し1986年にはこの、クラスのチャンピオンを獲得。1987年より、GP250 への参戦を開始。1988年には早くも、西ドイツ GP にて初優勝を達成。 トップコンテンダーとしての地位を確立していく。1990年までは、マールボロヤマハアゴスチーニからの参戦であったが、1991年、金本ホンダに移籍。それまでの不安定さを払拭し、世界チャンピオンに輝く。以後は、GP500 やモート GP への参戦を継続し、勝利を上げ安定した。 バイプレイヤーとして1999年まで活躍。バレンティーノ・ロッシー以前にグランドスラムの可能性を持っていたライダーでもあった。1969年から1987年までのポイントシステム1988年から1992年までのポイントシステム1993年以降のポイントシステム。ありがとうございます。